ってずっと一人でアウトローでやってきたので、あまりコンクールとかも出したことなくて、そういう意味ではね、いくつになってもやっぱりきちんと自分の作品が認めてもらえるっていうのはやっぱり嬉しいもんですね。今回やっぱり初めての画廊だったので、まあ、全部新作で揃えるよりはこう私とい う, こう作家がいろんなこう側面があるので、それをこう少し見ていただこうと思って、こういろいろ油絵からアクリル、コンテ、パステル、それからまあオブジェとかでいろいろこう出したんですけども、綺麗な空間で多分作品たちも喜んでると思って、本当にやらせていただいてよかったなと思ってます。私の臼杵秀樹という作家がどんな仕事をしてきたか、これから何をしていこうとしているのかをちょっとこう引き出しをこういろいろ見ていただきたいっていうのがコンセプトだったので、いつもはその一つのコンセプトで割とこう統一した作品を作るんですけども、今回あえてまあバリエーションに富んだ作品をお見せしたということですね。やっぱり常にこう自分がこうワクワクした新しいことには常に挑戦したいと思っています。失うものもないし、とにかく自分の琴線に触れるものはもうどんどん取り入れて、ジャンルにとらわれない表現